古高型重巡洋艦。古高型重巡洋艦は大日本帝国海軍の重巡洋艦の艦級で、同系艦は2隻。第一次世界大戦後、日本海軍は5500トン型軽巡洋艦の建造を行うが、その武装は50口径3年式14センチメートル、単装砲7門と、アメリカ海軍の15.2センチメートル砲12門を持つ。 軽巡洋艦オマハ級やイギリス海軍では主砲 29.1cm45 口径速射砲7門を持つホーキンス級王型軽巡洋艦に対して劣るものであった。そのためこれらの艦に対抗するために平が譲る造船艦による設計で常備排水量7100トン 20cm 砲6門の偵察巡洋艦として1922年に建造が決定された。 二等巡洋艦、軽巡洋艦の延長線上にある設計であり、巡洋船艦に類別が改められた、それまでの一等巡洋艦、装甲巡洋艦と比べれば小型であるものの、当初から一等巡洋艦として計画されている。この小型の船体に、それより上のクラスの武装を装備するという考え方は、同じ平賀造船艦が設計した夕張と同様のコンセプトであり、 船体を小型化するために、装甲板を構造材の一部として兼用するなど、軽量化に努めた。気構一番艦の過去は、川内型系巡洋艦、日東巡洋艦の一番艦の予定艦名であったが、ワシントン会議の影響で、建造中止となったため、別設計の一等巡洋艦、当初は、木の傘、古高と命名に、それを流用したものである。そのため、 一等巡洋艦としては、例外的に川の名前となっている。さらに過去は、竣工直前にクレーン事故があったため工事が遅れ、結果的に竣工は二番艦の古高が先になった。そのため結核時は、気候一番艦から過去型一等巡洋艦と呼ばれていたが、後に、竣工の先である古高が、ネームシップとなるよう改められた。後に、ロンドン海軍軍縮会議の結果、 6.1インチを超え8インチ以下の方を備えを持つ1万トン以下の艦がカテゴリー A、通称従順洋艦として分類されることとなり本型もそれに該当することとなった排水量ではなく微砲の大きさでカテゴリーが決められたのは排水量の割に大型の方を搭載する古高型や秒光型をターゲットにした足枷という説があるこれにより日本海軍は 他国より小型の艦を従順洋艦扱いされ大きなディを背負うことになる。ただし、この条項は後に最上型形順洋艦の建造に逆利用されることとなった。もっとも英国海軍も旧式艦であるホーキンス級王型形順洋艦を従順洋艦扱いされるという歯にを背負っている。またこれ以降も古高同様の8インチ手法6問搭載の 条約制限より小型の従順管をあえて建造している。古高型の設計をもとに手法を連想法3機に変更したものが青葉型であり、青葉、絹傘の2隻も古高型に含める場合もある。ワシントン条約で定められた基準排水量1万トンは8インチ砲6門という戦闘に必要な門数を確保する最小排水量として定められた。 しかし本型は以下に述べる数々の新機軸で、その最小とされた排水量以下でそれと同等となる武装を持たせることとなった。本級は既存の軽巡洋艦に見られない細く鋭い平ら艦艦型船体として設計されていた。先方に強く傾斜した艦首から艦首甲板上に三連式二十センチメートル、五十口径速射砲を収めた。 炭素式の主砲塔がピミット型に2番砲塔のみ、高くして中心線上に3基を配置した。そして環境構造は初めて塔型環境を採用した。船体中央部には集合煙突型の2本煙突が立ち、これにより環境から煙突の距離が開いたために肺炎による肺煙問題に良好な結果をもたらした。後部甲板上には後部マストの背後に 後ろ向きの5番6番四方等を背負い式に2機配置された。艦内原則部には固定式で 61cm 連装魚雷発射管が片原3機3門ずつ計12門が試行できた。昭和11から15年から近代化改装後が行われ人力装填だった 20cm 単装砲等6機は新型の 20.3cm 速射砲を 開発したと同時に、砲塔は気力装填式となった、新型連装砲塔3機となり、近代的な外観となった。また、外観上の変化では等型環境が大型化し、前代戦時の白物であった 8cm 広角砲4機は、新型の 12cm 広角砲4機に換装された。砲塔数の減少に伴い、減速配置で以外に、 問題のあった 61cm 固定発射管12門は 61cm4 連装魚雷発射管に一新され、水上機型パルトの下の原則甲板上に、片元1機ずつ、計2機が配置された。船体には、重量増加のため浮力と安定性向上のために、バルジュが追加されて、間幅が増した。手法は、新設計の3連式2 0トル。 50口径速射砲である。その性能は 110kg の砲弾を行革25度で最大射程24000メートルまで届かせる性能であった。これを単装式の砲塔に搭載したが、全対戦時と変わらない人力装填形式で砲員に負担を強いる設計であり、戦闘時に砲塔内部に用意した速砲弾を打ち切ると、 弾薬庫から人力で1 0 0ラムを超える砲弾を運ばなければならず、発射速度が激減する欠点があった。方針の上下は、行角25度、深く5度で、左右の旋回角度は150度であったが、上部構造物に挟まれた4番手砲塔は前方に、左右20度の視界があった。このため、昭和11年からの近代化改装で、 新型の 20.3cm 砲に更新した際に、後続の青葉型で採用された、気力装填型の連装砲塔を3機に改められた。これにより行角は40度まで引き上げられて射程は 26,700m まで引き上げられた。また、後径が 20.3cm となったために、新型の91式鉄砲弾が使用できるようになり、攻撃力が増大した。 新型砲塔方針の上下は、行角40度、深角5度で、左右の旋回角度は150度であった。発射速度は、毎分3から5発に向上した。なお、この変更に対し、明高型から外された20センチメートル砲の内径を3ミリメートル削って拡大したとの記述が、書籍等で記載されているが、実際には、 この手法のライフリングが施された内藤を8インチ砲用に交換したものである。本級の広角砲は3連式8センチメートル40口径広角砲を採用している。その性能は5.99キログラムの砲弾を行角44度で1800メートル、最大行角75度で7200メートルの高度まで到達させることができた。 単層砲がは360度旋回できたが、実際は上部構造物に貝を制限された。砲がの不行は行角75度、深く5度で発射速度は毎分13発だった。これを単層砲がで4機4門を搭載した。昭和11年の近代化改装で、広角砲は新型の10年式 12cm45 口径、広角砲に更新された。 その性能は 34kg の砲弾を行四44度で16000メートル、最大行七75度で1万メートルの高度まで到達させることができた。旋回角度は140度で砲賀の不要は行七75度、深く10度で発射速度は毎分34発だった。これを単装砲賀で4機4門を搭載した。他に、 手法では手に負えない相手への対抗として 61cm 連装魚雷発射艦6機を艦内配置したが、後にを 61cm4 連装魚雷発射艦を、甲板状に、計2機装備した。この発射艦は、新型の93式酸素魚雷を使用でき、有効射程が増大した。本級の防御は、夕張のものを踏襲したため、装甲板を、 強度材の一部として活用している。水栓部には急度傾斜した厚さ 76mm の NCVC 菌質鋼を、甲板には最大で 35mMNCVC 菌質鋼を張った。手砲塔の防御は、前立てと側面部は 25mm、天外は 19mm で断片防御を目的としたものであった。手砲弾薬庫は、船体防御とは別個に、 側面に 51mm と上面に 35mm 走行で防御されていた。他に、水雷防御として、原則走行の裏に一層の水密区画が設けられ、水栓下には燃料タンクと兼用のバルジがあり、浮力に配慮したが、設計段階で水栓部走行は 4.2m であった、はずが、建造時の重量増加により実際には、常備排水量で 2.2m の高さしか、 出ないという結果となった。このため、近代化界掃除に新たにバルジを追加して、浮力を増大させて、原則走行の範を増やした。本型は、建造当初から、航空機を運用することを念頭において建造された艦となった。ただし、当時はまだカタパルトが実用化されておらず、4番砲塔の上に水蒸気を搭載、その前に深くをつけた。 滑走台を設け、そこから滑り落とす方法を取った。しかし、滑走台の接続に手間がかかる上、砲撃の際は水蒸気が破損する問題があった。期間には、ロゴ関本式水管管を採用した。これは加熱器を用いる最新型であったが、製作時の技術力により、高温高圧の蒸気により、蒸気管の劣化が続発して、トラブルに悩まされた。 これを重油浅瘡水管管十機と石炭浅瘡水管管二機の根菜で計十二機を搭載した。ボイラー室は横格壁により四室に分かれ、さらに二番から四番間室の中央に縦格壁を設けてな7室としていた。一番煙突は一番二番ボイラー室すべてと三番ボイラー室の前側二機の計8機を受け持ち、ボイラー四機あたり煙地一つで計二つの煙地を 受け持つ集合煙突とされた。2番煙突は3番ボイラー室後ろ側2機と4番ボイラー室の石炭洗浄管全てを受け持っていた。推進機関は、古高がパーソンズ式高圧衝動型タービンと低圧反動型タービンを1組で1機としてギアボックスで繋いだオールギアードタービン4機4軸推進で、過去はブラウンカーチス式オールギアードタービン4機4。 軸推進で構成が異なっていた。最大出力10万2000馬力で最大速力35.5ノットを発揮した。機械室はボイラー室の後部に位置し、中央隔壁により左右に二部されていた。この中央隔壁のために、機関区に浸水が起きると片側に重量が寄ってしまい、反対側は浮力を残して、ために浮き上がり、結果として横転しやすい欠点を負った。 昭和11年からの近代化改装で、石炭洗浄水管管2機が撤去されてボイラーは、重油洗浄水管管8機に統一され、出力は10万 3390hp と、わずかに向上したものの、前日の悪事追加により抵抗が増して、最大速力は32ノット台にまで低下した。これらの新機軸をいくつも盛り込んで建造されたが、完成してみると、 原設計の7100トンに排水量が収まらず10%以上も大きくなる事態となった。この問題は設計にミスがあったわけでなく、思考側の造船所関係者が今までにない革新的な設計のため現場で設計を変更してしまった結果である。通常、ここまで排水量が上回ると艦の性能に悪影響が出るはずだが、本型は決定的な問題は見当たらず、 基礎設計の優秀さを証明することとなった。もともとは、英米の軽巡洋艦に対抗するために建造された本型であるが、ワシントン条約の結果この排水量にこだわる必要性を失ってしまった。条約上限最大の艦を各国も建造することが海軍を分かっていたため、20センチメートル砲八門で、魚雷発射艦八門、13ノットで1万回りの 航続距離の間を計画するとともに、3.4番艦には、そのテストケースとして、手法6問ながら、単層から連装に、広角法も問数は同じながら、新型の12センチメートルに変更した。航空機用のカタパルトを搭載することとして、改良を加えた形で建造をされることとなった。1936年、昭和11年から1937年、 昭和12年にかけて、両艦とも近代化改装が行われ、主砲塔が2 0トル単装から、条約制限いっ三セの2 0 3トル、8インチ、連装に強化された。また船体へ、バルジの増設、環境の強化、煙突位置の修正などが行われ、本型の後継型である、青葉型とほぼ同一の艦姿となった。過去艦長によれば、 本型は居住性が悪い上に還元が低く、内家庭の通過に伴う波で幻想から、水が流れ込むため、常に窓を閉めていた。そこで各館からは、水族館というあだ名を付けられていた。古高、過去ともに、太平洋の各地で活躍したが、1942年、昭和17年に、両館とも戦没している。楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。 クリックしてください。